ここは明治天皇が、はい、お昼ご飯を明治18年に召し上がったお部屋になります。わあ豪華ですね。現役作家をここに一堂に集められて、はい、美空ひばりをはじめ島倉千代子、春日八郎、近江。今日は実はね、僕の、はい、実はね、僕の前からの、はい、前からの友達の岡山でモデルをやってる小川由依ちゃん、岡山在住でモデル、タレント、インフルエンサーとして活動している小川由依です。よろしくお願いします。この片上の街、はい、で素敵なランチをしましょうと、はい、企画でやっていきたいと思います。まあ、ありがとうございます。じゃあ福井町並みを歩いて、僕が今日は道案内します。はい、お願いします。はい、行きましょう。はい、懐かしい感じですね。風情がある感じで、趣がある感じですね。古いからね、この辺ちょっとおじさんも古いですけど。いやいやいや、お若いじゃないですか。すごい。本店ですね。あ、本店、日本最古の。なんか美味しそうですね。はい、そうですね。こちらですね。それで今日はね、はい、江戸時代からあるあの旅館でいつもと違う落ち着いたランチをしよう思いまして、はい、今日あちらに見える荒木旅館さんへ行きたいと思います。はい、これね、歴代の明治天皇からはじめ美空ひばりさんとか、すごい、枕翔さんとか、はい、柳原白鸚さんとか、数々のその、いろんな人が来ます。はい、で歴史がすごい詰まってますから、それは後ほどのお楽しみということで、はい、それじゃあ、行きますか。はい、おー、こちらです。おー、すごい、玄関から165年ぐらい。こんにちは、お世話になります。いらっしゃいませ、こんにちは。お座りください。まあ、お邪魔いたしましょう。お邪魔します。さすが備前ですね。ありがとうございます。備前焼き、すごい。あー、本当ですね。わ、たくさんありますね。あ、かわいい。これいつ頃の時代か分かる？いつ頃だろう。めちゃくちゃ前ですよね。これ室町ね。室町、うん、すごいですね。室町時代からのものがここにあるんですね。この方が一番有名、金重東洋先生。これはあれですか、お抹茶の立てるときに使われる、ね、抹茶茶碗。すごい。だから歴代無形文化財の人、ね、はい、乳白流のね、まあ、こういった歴史がすごい詰まった空間になります。はい、お願いいたします。どうぞ、こちらでございます。今日のお部屋はこちら南西の部屋です。
ここは明治天皇が、はい、同じご飯を明治18年に召し上がったお部屋になります。はい、お邪魔します。お邪魔します。楽しみですね、お料理ね。明治時代みたいな感じでしょ。雰囲気はね、本当ですね。あ、なんか綺麗な壺もある。お入りくださいませ。すごいよ。お邪魔します。わあ、豪華ですね。このご夫婦もこうやろうな。かのロサンジンさんが、あららら、あら、すごいな。そうなんです。北王子ロサンジン先生が、金重東洋先生といらっしゃって、他にも著名な方ともいらっしゃって、備前焼作家をここに一堂に集められて、はい、握り寿司を振る舞われた。この備前市片上というところは、握り寿司の文化今じゃなくて、ちらし寿司が有名なんですね。ですからすごくまた珍しかったんですよね。豪華な会ですよね。はい、ここは舞台ですか。あ、そうなんです。はい、もともとお能の舞台として作られていたようなんですけれども、昭和40年代には舞台で美空ひばりをはじめ、島倉千代子、春日八郎、近江、これは昔の片上は、はい、そうなんです。帆船がおかけ船ですね。船がいくつも見えてますよね。あ、本当ですね。はい、あ、本当だ。この絵は1792年、釧路温泉という人がここへ滞在して描かれた絵なんです。はい、もう地形はこのままに、この絵をこの南の風景そのままで、はい、すごい。文化的にすごいですね。これはこのまま残ってるっていうのが。想像できた。想像できましたですよね。そこで美空ひばりさんが歌われて。いや、まだすごいもんがね、実は。お、はい。僕も前一回見させてもらったんだけど、はい、102年前の電話ボックスがあります。こちら。電話ボックス。ご覧になってください。102年前ですか。102年前。いや、そんな前の電話ボックスがあるんですか。ある。すごい。はい、あ、電話室。あ、あそこの中に。すごいですね。ここにあるんですね。ありますね。ありますよ。これはどうやって電話をかけてたんですか。これがね、はい、耳に当てて、こう回して、はい、もしもーし、もしもーしって、はいはいな感じです、ね。で、あ、ここに番号が、うん、これは昔の電話帳、今でいう電話帳ですね。はい、かなり古い。すごいです。すごいの。さあ、ほんならちょっと食事が、あ、はーい、行きましょうか。はーい。お邪魔します。お。見てみて。わー、すごい。和食。あー、美味しそう。
今日は和食でございますね。あ、いいですね、豪華ですね。今ならちょっと座れてる。では、ほんなら後がありますので食べましょう。はい、いただきます。お酒までやねんな。そうだけまだお昼ですからね。お作りの方は、あの、かんざわらです。さわらです、はい、瀬戸内のさわら。お刺身と手前の方は炙りをしております。その備前焼き の大きなこのお魚は瀬戸内 あのオリーブぶりです。今日は煮付けにしています。あの、牡蠣はあの朝水揚げされた牡蠣を本日はムニエルにさせていただいております。美味しいですよ。どうぞお上がりください。はい、いただきます。はい、どうぞ。さあ、何をいただこうかな。牡蠣ですかね、やっぱり今の時期といえば牡蠣ですかね。牡蠣いただきます。いただきます。うーん、プリプリですね。うーん、美味しいです。もう本当料理すごく豪華で、瀬戸内の良さが丸ごと入ったお食事だなと思いますね。そうか、こちらになりますよ。あ、そこ1900円。味がありますね。味がありますね。お、わ、すごい、すごい、おしゃれ。いい、また全然雰囲気が違うな。あそこも結構おしゃれ。おしゃれですね、赤じゅうたんだ。どう、座ってみたか。ちょっとなら失礼します。椅子も高級感ある感じで、あ、座り心地はいいです。こういう人がね、こう応接してくれるのは、私はいつでも座りますと思う。どうなんですか。すごい、とんでもすごい、ね、歴史を感じる部屋であります。ね、そうですね。いざとおじさん。なんか行くかも、すごい、ここだけ。はい、あ、はい、ありがとうございます。あー、素敵でしたね。なかなか、いい空間だったんじゃないんですか。本当に素敵でした。で、今日はね、だるまさんがお見送りということで、はい、おどうぞこちら。備前焼きの、すごい大きいだるまさんですね。この方ね、江戸時代から動いてませんので。あれらららららら、さすがの備前焼きの町です。そうですね、守護神的な、強そうですね、お顔はだいぶ。まあ、この空間はね、なかなかね、はい、どこにでもないと思います。うん、好きでした。また来たいですね。また来たいですね。お食事も本当に美味しかったですね。今度ぜひ着物で来てください。あ、そうですね、お着物が似合いそうな旅館でしたね。ということで、ね、皆さんもね、この中の空間を見たらおそらくびっくりされると思います。はい、できたらまた皆さんも来てみてください。ぜひ来てみてください。よろしくお願いします。ゆいの小川ゆいの散歩 TV もぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして私も実は個人チャンネルをやってまして、小川由衣のお散歩動画と検索していただいたら出ますので、そちらのチャンネル登録もお願いします。岡山の観光スポットや私目線で好きな場所とかをご紹介しているので、そちらもぜひお願いします。